モーナルダオは、日本統治時代の台湾における、台湾原住民の武者セデック族マヘボ社の登木。大規模な抗日武装反乱として知られる、武者事件を起こして、日本と戦ったが廃止した。名前は、チチルダオの子であるモーナという意味。青年には、諸説あり、当時の台湾総督府の記録は1882年としているが、 台湾側では1873年の説もある。モーナルダオとムシャ・シゲルの有力者。この写真は、モーナの幼女が、日本関係者から渡され保管していたが、日本の映像関係の会社が持ち出して返還されて、いないという。チチルダオルヘの死後に、マヘボ社の頭目を接収した。ムシャ・セデック族は、下関条約及びキノトヒツ羊戦争で、 台湾を領有した日本に対して遅くまで抵抗を続け、1910年に最終的に日本に基準するまで多くの犠牲者を出していた。モーナルダオの頭目としての実力は武者セデック族の中で高く評価されていた。1911年に他の台湾原住民の頭目たちと共に日本観光に招かれた。これは日本側が台湾原住民側に 開化社会の様子を教えるためであったという。この日本観光について同胞に感想を求められた、モーナは多くを語らなかったが、タナトゥムは、河原の石のように多いとだけ答えていたという。しかしその後モーナは、対日放棄を試みては、事前に当局に察知されて断念する、ということを繰り返していた。モーナルダオの妹は、 マヘボに赴任した日本人の警察巡査に嫁いだが、この巡査は後に勤務中に崖から転落し行方不明になった。モーナ側は妹が捨てられたと感じ、これが後の無者事件の一因となったという。その他にも部族が日頃から日本側により溶液で酷使されたことや、モーナルダオの長男、タダオモーナが日本人巡査とトラブルを起こし、 巡査側がモーナ側の謝罪を受け入れなかったことや、過去の日本軍の討伐に対する恨みなどから、モーナは1930年10月27日に、無者事件を起こした。モーナは、マヘボ社など、無者セデック属録者を率いて、日本人を襲撃した後に山にこもり、日本軍と交戦したが11月2日に家族を自殺させ、もしくは殺害した後、 自身も自殺したと伝わる。モーナの長男タダオと次男バッサオは共に戦闘に加わっていたが、まずバッサオが、マヘボシャ防衛の指揮中に戦死し、タダオも、抗戦の末に自殺した。モーナルダオの遺体と愛獣は1934年になって発見され、産物展覧会で見せ物にされた。遺骨は、標本として、台北帝国大学土族人種学研究室。 台湾大学高校人類学系で保存、陳列された。1973年に遺骨はようやく武者の地に返還され、新たに作られたバ爆なろ道列車の墓に埋葬された。第二次世界大戦後に台湾を支配した国民政府はモーナルダオを英雄扱いしたが、セデック語や日本語で育ったセデック族の人々には中国語を理解するのは難しく。 事件の情報は正しく発信されなかった。2011年、映画、海角七号君思う、国境の南の監督を務めた義徳生が、映画、セデックバレを作った。この話は、モーナルダオの青年時代、武者事件から、日本軍の戦いまでのシーンがある。映画は、前編と後編に分かれ、前編は、太陽記、後編は、虹の橋。出演者は、 モーナルダオ役が、タイヤル族出身の林慶大。映画では主にセデック語と、日本語を喋っている。モーナルドとも書かれるが、今までに出されたほとんどの出版物では、ルダオと書かれている。セデックにはもともと名字はなく、父親の名前を、自分の名前の後に付ける。中川光一、若森民夫編、武者事件台湾高砂族の放棄賛成堂。 1980年。93ページ ABC、セデック族を徹底的に追い詰めた日本。毎日デイリーニュース、https コロンスラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20191026スラッシュ k00 スラッシュ 00m スラッシュ040スラッシュ 441000c2021 年1月19日閲覧。向山広。 日本統治下における台湾民族運動史中央経済研究所1987年1083ページ無者事件台湾高砂五族の放棄94ページ無者事件台湾高砂五族の放棄95から96ページセデック後のターナツナックスのこと初期にセデックが遭遇した日本兵たちが赤い軍帽を被っていたことから 武者事件台湾高砂護族の放棄95ページ、ローマ字では、ただおもな、漢字では、通るたばくな。日本統治下における、台湾民族運動史1082から1084ページ、日本統治下における、台湾民族運動史1089ページ、武者事件台湾高砂護族の放棄121ページ、日本統治下における、 台湾民族運動史誠89ページ、武者受験台湾高砂五族の放棄102から103ページ、日本統治下における台湾民族運動史誠90ページ、日本統治下における台湾民族運動史誠90ページ。ありがとうございます。